セレクションカップ決勝戦、中日ドラゴンズ対北海道日本ハムファイターズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはドラゴンズの先発小笠原がマウンドに上がります。さあファイターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。1回の表ファイターズの攻撃、源田が打席に入ります。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり、引っ張った、これはどうか、打ちました、流しました、弾き返した打球はレフトへ。打順は3番山川、ツーアウトになっています。打ちました。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあそうですね、1番バッターが塁に出ると最高ですけど、最低でも相手投手に多くの球を投げさせたいですよね。はい、そのあたり粘りというのも大事になってきそうです。バッターは大島、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。打ちました。インサイド打ちました。さあどうだ。ファーストランナースタート。タッチアウト、盗塁失敗。赤星さん、今の盗塁どうだったんでしょう。引っ張った。2回の表ファイターズの攻撃、打順は4番吉田。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ引っ張った、いいプレーが出ました。ファインプレーです。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。今のは判断、打ちました、流しました、詰まりながらもレフトへ。バッターボックスは6番森、ツーアウトになっています。この回ファイターズ三者凡退です。0対0同点です。2回裏に入ります。さあドラゴンズ、この回は4番から始まります。ビシエドが打席に入ります。ドラゴンズ0対0で迎える2回の打ちました、レフトに上がった。バッターボックスは5番木下、まずはワンアウトを取っています。次が5球目、打ちました。バッターは DH マルティネス、ヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、相手は先制。追い込まれてからの変化球、見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。
見事な一発が飛び出しました。バッターは7番に入っている高橋。ドラゴンズホームランで先制しています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、しっかりと自分の役割を果たしてくれましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができる。三振です。スリーアウトチェンジ。しかしこの回ドラゴンズツーランホームランで先手を取りました。2回の裏2対0、ドラゴンズ先制です。3回の表7番から始まるファイターズの攻撃、バッターは浅村。ドラゴンズリードで迎える3回です。さあ援護点をもらってのこの回のピッチングと。引っ張った。打順は8番杉本。小笠原、まずは先頭バッターを打ち取っています。2ボール2ストライクです。打ちました。バッターは9番に入っている中村。ツーアウトになっています。バットに当たりません。三振。スリーアウトチェンジ。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、ドラゴンズがリードしています。これから3回の裏、ドラゴンズの攻撃、バッターは9番に入っている渡辺。ドラゴンズリードで迎える3回の攻撃です。5球目は何で来るか。空振り三振、ワンアウトです。打順はトップに帰って大島。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。今井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。打ちました。記録はエラーということになりました。赤星さん、今のプレーいかがですか。まあこれは完全にアウトのタイミングだっただけにラッキーでしたね。ここは中途半端なバッター。走ってきた。キャッチャー送球して。ナイス。ああチャンスになりましたよね。打ちました。これはどうだ。つなげたかったですね。まあでも次のバッターチャンスに強いですから期待していいと思いますね。このチャンスに期待がかかる立浪が打席に入っている。真ん中打ちました。右中間に強い打球。この後ドラゴンズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。3対0、ドラゴンズなおもチャンスです。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。一塁が空いてますし、ここよく見極めました。フォアボールです。落ち着いてボールを選びました。チャンスを広げます。さあ仕留められるか。空振り三振。前にボールを飛ばせません。三振で攻撃を終えました。回は4回の表、日本ハムファイターズ打順よく1番から始まります。源田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロに変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。バッターボックス山川、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。インコース詰まりました。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0、ドラゴンズがリードしています。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。バッターは今日 DH に入っているマルティネス。先ほどの打席で先制となるツーランホームランを放っています。ここぞの場面でのホームランは見事です。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。
よく見極めました。フォアボールです。得点圏にランナーを進めています。ピッチャーの制球が乱れているようですから、次もじっくり見ていきたいですね。はい、ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。これでノーアウト満塁。点差が開いていくか。ピッチ、ここで声をかけました。さあ注目しましょう。これが2球目。打った、打った、ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。4回終わって3対0、ドラゴンズがリードしています。5回に入ります。追いかけるファイターズの攻撃。バッターボックス吉田、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。アウトコース打ちました。バッターは5番柳田、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。ここでフォアボールを与えました。ワンアウトからランナーを出してしまいました。このランナーがピッチングにどう影響、ここは今日調子のいいボールで勝負して高め打ちました。これはどうか。さあ、そしてバッターボックスには浅村が入っています。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。しっかり抑えて流れを渡さないようにしなければいけませんね。なるほど、そうですよね。里崎さん、ゲッツーを狙うときは。打ちました。ランナー出ましたが、ファイターズ得点には至りませんでした。3対0、ドラゴンズがリードしています。5回の裏、ドラゴンズの攻撃。2番バッター京田、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。これはいけません。デッドボールです。バッターは3番立浪、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。リードはしてますけど、この打席ランナースタート、キャッチャー2塁送球する。ナイスチーム。さあ、チャンスになりましたよね。打ちました、痛烈。これはどうだ。さあ、そして打席にはビシエドが入ります。さあ、チャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。まあ、ここはクリーンアップです。走ってきた、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。これでワンヒットで2点入ります。打ちました。ここはどんどん攻めたいですね。まあ、そして勝負強いバッターに回りましたから、チームとしてはここで得点しておきたいですよね。はい、その期待のかかる木下がバッターボックスです。初球打ち、ドラゴンズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、5対0、ドラゴンズリードを5点に広げています。これはいけません。デッドボールです。バッターボックスは7番高橋、前の打席ではフォアボールを選んでいます。デッドボールのランナーが出て満塁となっています。打ちました、高いバウンド。ドラゴンズ1点追加します。アウトの間に得点、6対0になりました。ドラゴンズリードを6点に広げています。フォアボール、ここは勝負を避けた形でしょうか。これでワンアウト満塁、点差を開いていくか。落ち着いてボールを選びました。チャンスを広げます。9番バッター渡辺、先ほどの打席はピッチャーライナーに倒れています。フォアボールのランナーが出て満塁となっています。
3球目は何で来るか。打ちました。しかしこの回ドラゴンズ3点を追加しています。5回終わって6対0、ドラゴンズのリード広がっています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。ゲームは6回の表に入ります。追いかけるファイターズの攻撃、打順は8番杉本。先ほどの打席はライトフライに倒れています。外れました。先頭バッターを歩かせます。ノーアウトからランナーを出してしまいました。初球打ち、これはどうか。打順は1番に帰ります。バッター源田。まあここは点差に余裕があるんでね、バッターを打ち取ることに集中でいいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。痛烈、これはどうだ。2番バッター近藤。まあここはどんな形でもいいんで、とにかくアウトを増やしたいですよね。はい、さあここはしっかり守りたい。ここで声をかけました。さあ中、さあ外してくるのか。空振り、ここは空振りでアウトを取りました。ワンアウトです。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。まあ次のボールで勝負もありですよ。空振り、ここはランナーを変えさせません。ツーアウトになりました。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。初球打ち、これはどうか。ファイターズ2点返しました。相手のエラーでの得点、6対3、ドラゴンズなおもピンチです。ドラゴンズここでピッチャーが変わります。ドラゴンズベンチとしてもできればこの回までということはあったんでしょうけれども、小笠原ここで降板です。このエラーにつけ込まれないようにしっかり守りたいですね。さあこの場面でバッターボックスには5番の柳田が入っています。ああこれはいけません、デッドボールです。ここはキーポイントになるかもしれませんね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから、バッテリーとしては嫌な局面ですね。そうですね、さあ気をつけていきたい。もう引っ張った。6回の裏、ドラゴンズ打順よく1番から始まります。バッターは大島。今日は盗塁が1つあります。引っ張った、打球はライトへ。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。バッターボックスは2番京田。先ほどの打席はデッドボールでした。今井、まずは先頭バッターを打ち取っています。振っていきましたが三振、2アウトになっています。打順は3番、立浪。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日は調子が良さそうですよね。バットに当たりません、三振。3アウト、チェンジ。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。6回終了、6対3、ドラゴンズがリードしています。ゲームは7回の表です。7番から始まるファイターズの攻撃、浅村がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。2球目打ちました、これはどうか。バッターボックスは8番杉本。前の打席ではフォアボールを選んでいます。まずはワンアウトを取っています。インサイド打ち上げました。打球は右中間へ。バッターボックスは9番中村。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。2アウトになっています。初球打ち、
高い打球左中間へ。反撃したいファイターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6対3、ドラゴンズがリードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズ。7回の裏、ドラゴンズの攻撃です。一方ファイターズはピッチャーが変わります。背番号15、上沢が2番手としてマウンドに上がります。5番バッター木下、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターは DH マルティネス、先ほどの打席はデッドボールでした。ツーアウトランナーありません。打ちました、高いバウンド、ファーストゴロ。この回ドラゴンズ三者凡退です。7回終わって6対3、ドラゴンズがリードしています。8回まで来ました。日本ハムファイターズ、打順よく1番から始まります。バッターは源田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。先頭バッター歩かせました。ノーアウトからランナーを出してしまいました。先頭バッターを歩かせるのはまずいですよね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッター。ここでコーチが声をかけました。さあ、注目しましょう。ここはゴロを打つタイプ。ファーストランナースタート、盗塁成功です。もう少し警戒しておきたかった。打ち上げた。さあ、そしてバッターボックスには山川が入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。ここはこのまま抑え切って勢い、このボールは外れてフォアボール。まあ怖いバッターなんで警戒した結果なんでしょうけどね、自信を持って抑え。次は今のストレートどうなる。空振り三振、ここは投げ勝ちました。まあここはツーアウトになったんで。うちのボール打った、これは上がりすぎたか。ランナー出ましたがファイターズ得点はありませんでした。6対3、ドラゴンズがリードしています。8回の裏に入りました。7番から始まるドラゴンズの攻撃、高橋がバッターボックスに入ります。先ほどの打席で打点を挙げています。変化球空振り、ワンアウトです。8番バッターブライト、今日は2つのフォアボールを選んでいます。噂はまずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド落ちました、これはどうだ。バッターボックス渡辺、先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ヒットでランナーを一塁に置いています。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、ナイス。バッターボックスには代打の石川。ここでコーチが声をかけました。さあ、注目しましょう。さあ、チャンスになりましたよね。打った。さあ、そして打席には大島が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ここはしっかりダメ押ししておきたいところです。ストレート打った、ボテボテのピッチャーゴロ、ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。8回終わって6対3、ドラゴンズがリードしています。試合は最終回まで来ました。追いかけるファイターズの攻撃、バッターボックス森、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。
打ちました。さあドラゴンズ、得点圏にランナーを背負った場面です。リードしているとはいえ安全圏ではないんで、集中してきっちり抑えたい。ドラゴンズ、ここでピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのはロドリゲス。さあそしてバッターボックスには浅村が入っています。さあランナーを得点圏に背負っています。最後まで集中して丁寧にいってほしいですね。なるほど、そうですよね。際どいが、あっとファーボールです。最後いいボールでしたけど見極められましたか。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。変化球打った。まあここからどう抑えるかですね、ただここからが大事ですからね。無失点のまま切り抜けたいですね。そうですね。さあこの場面で打席、このピンチ空振り三振に切って取りました。試合終了。ドラゴンズが見事勝利を収めました。勝ったドラゴンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のファイターズですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆様、本日は最後までご観戦